あざす。ああ最悪だよ。もうあの花火とか文句言ったらすぐにいじめてるから。すげえ想像力だな。いやいやガチガチ。なんか決めてきてるでしょ。正気の沙汰とは覚えないこと言うねこの人本当に。あれ20回転ぐらいのところまで言っとかないとね。ああまあで、電波つないでからね。そうそう、行かないんだよ。レスポンスも多少ね、時間かかるんですね。そうそう、失敗した。さあ、誰かディスっていこうか。あの、そうそう、これ聞こうと思ったんだ。なんだほら、走ってるじゃないですか。ああ、走ってる。で、僕も実は最近ちょっと走られたんですね。ちょっとまあ、健康のためにってことでのんびりやってるんですけど、尾崎さん、そもそもなんで走り始めたんですか？4年、5年ぐらい前に、はい、1回ちょっと顎の中に何かできたとかで手術したんですよ。ほう。その時に健康診断するん、手術の前って。ああ、はいはい。あの時に医者に中性脂肪、コレステロール、脂肪肝、あんたひどいよって言われて、それで、まあ、体壊して入院したのもあって、ちょっと健康のためにって思ったのがそもそもきっかけですね。まあ、走るのとかほら苦しいじゃん基本、はい、でもうすごい嫌だったんだけど、まあしょうがねえってやってるうちにパチンコ行くより走ってるみたいな。で、なんかこれね、お気づきになった方いるかわかんないですけど、なんかもう走る格好じゃないですか。今日もう完全に走って帰るつもりで、走る用のリュックだし、こっから自宅までですよね。そうです。何キロですか？え、30キロ3キロならわかる。3キロならわかりますけど、30キロってもう軽い気持ちでやるやつじゃないじゃないですか。ちょっと楽しいじゃん。まあうちの周りとか走ると飽きるわけよ。まあわかるわかる、景色が変わんないから。そうでしょ。で、昼間に知らないところで、しかも今日のほらロケが夕方6時とかじゃないから、はい、あ、ちょうどいいじゃんってなって、今日走る気満々で。すごいよね。パチンコ業界ね、特に同業者、ランニングが趣味だっていうやつ、はい、聞いたことがないんですよ。でしょ？ない。あと、うん、乗っかりづらいでしょ。まあ乗っかりづらいと思う。はい。なんでパチンコランニング部作りたいんだけど、誰も賛同者がいねえんだ。なんでちょっとヘアリンちゃん誘ってみようかな。そっち？いろんな理由でやめといた方がいいんじゃないのかな。怖いんで。怖いんで。でもさ、やっぱパチンコパスローやってる人ってさ、趣味ってもうパチンコかスロットか、あとまあ競馬とかボートみたいになりがちじゃないですか。まあなりがち。なんでこうインドアになりすぎちゃうとすごい良くないなと思って、はい、まああの本当に始めたの50近くになってからだけど、すごい刺さっちゃって、もう本当に。いやいや、すごくいいことでね。まあなんだろうな、僕もだからどこまで続くかわかんないですけど、うん、まあ、続けてはいこうかなと思って。え、ホノルル行きましょう2人で。だからそういう目標があればね、超楽しいホノルルマラソン。いやだと思いますよ。でもそんなんで一緒にホノルルとか行っちゃって、うん、一緒に感想とかしちゃったら仲良くなっちゃいますよ。どうするんですか、我々がこの10年以上かけて培ってきたこの関係値を。2人で肩組んでゴールしちゃって。本当っすよ。無二の親友とかになっちゃったりして、もう大崎さんの言ってることは全部正しいみたいなね。最悪だ。最悪ですよ、こんな。いやでもちょっとそれだよ、目指そう。そういや、好きでやってんだからこの仕事、はい、仲良くなろうよ、仲良く。大崎さん、大崎さん、はいはい、なんかあれ予感がします。明らかになんかちょっと様子がおかしかったですよ。ええ、これが当たったら親友だな、仕事。はい。そして、あ、緑。いや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 、熱い熱い言ってる。やばいな、やばいやばい。平和に終わろうっていう話をしてたじゃないですか。はい、うん、そうだよな、タダで当ててるんだから、これ出たもまんま乗っかりになるもんね。ただもうほぼないですからね。いや、2億あるだろお前。
これ10連だったら、はい、結構差詰まるぞ、やべえ。いやそれはそうですよ。やめろやめろ、あ、はずれろ。これで終わらないだろう。まあまあそうなるよな。まあ、やべえやべえ、なんか安めっぽい。わかりません。あれ、うわこれダメなやつじゃん。外れたやつですよね、はい、何度か外れてるやつですね、はい、ボタンも普通だしな、全然崩れない。これ逆にプレミアでしょ。やべえ、あ、そういうのあんの。一枚も割れなくて。ちょっと今の演出考えたやつ絶対ちょっと意地悪いよな。あるじゃないですかね、ガロとかでも全然上がんないやつ。そうそう、期待さしといてよ。あれ考えたやつちょっと問いただしてえわ。そう、ガロはあれはね、激アツだったからな。あ、まただよ。やるな、よく出ますね。はい、出ます出ます、うん、さっきと同じ。同じだね。で、同じやつ。うわこれ続いたら当たるよと思うよね。ほんとっすか、こっちだろ、だからとりあえず。嫌がらせのように同じ。サンキョーさん、サンキョーさん、見てました。おー、いいよいいよ、いいタイミング。国境でのお金になったので下の方の我々にもこの保証ください。あー、ちょっと多分マイク保証だよこれ。保証ですかこれ、社長室。うん、ここの裏入ってんだけど故障ついた。尾崎さん、今日日曜日だもん。安いんだ。いやしかし本当に椅子つまんねえな、こんだ。許せねえぐらいつまんねえ。まあ、パチンコもスロットもそうっすけど、うん、やっぱ出る台の通常時はしょうがないっすよこれ。あ、しょうがない、いつの時代でもそうっすよ。そうそう、うん、本当にそう。当たんないで面白いって言うか、そんなの嘘だからな。ああ嘘嘘、当たんねえとつまんねえんだよ、なんだってよ。そうそうそうだそうだ。え、牛尾さんアニメとか見る？全く見ないです。バルブレームのどんな話か知らないでしょ。知らないです。うん、全然わからないんで私も。でだから変にこう見てないのに、なんだこの演出よとか言ってると、ああものすごい品種買うんですよ。いやでもその、うん、僕キャラクターとかディスってないですよ、うん、あれはあれは原作関係ないですもん。、うん、パチンコのね、そうですよね、タクアルベスト、うん、そうですね、照らし合わせての今日ですから。でもだからなんかそのパチンコしかりスロットしかりですけど、うん、じゃあ、まあ、緑は空気、赤でチャンスみたいな。あ、はい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 、その辺なんかもう刷り込まれちゃってるから。そうそう、いろんなその法則みたいなのも。そうそうそう、そこ、この枠を外れたの持ってこられると、うん、ちょっと真面目ないよね、うん、真面目ふざけんなってなるよね。そうなんですよね、うん、もうこんなのでも見ようによったら当たりっすからね。そうそうそう、はい、これ20年前の人が見たらもうね、ただの始まりだからこの台は。そうだからその辺のね、演出の常識非常識っていうのはやっぱまあ日々アップデートされていくんで、インフレ化してるよね演出がね。いや本当に本当に、まあだから真剣にずっと見るとすごい疲れるんだやっぱり、うん、だからカスタムとかしてね。そうそうそう、なるべくストレスがかからないようなっていうことなんでしょうけど。そうそうそう、長時間やってらんないもん。あ、ちょっと素朴な疑問なんですけど、うんうん、まあ、極端なカスタムするじゃないですか、はいはい、結果時間効率が上がるみたいなことってあるんですか。あのね、カスタムをするしないで時間効率変えちゃいけないんですよ。あ、やっぱそうですか。その分多分変動感の停止時間を詰めたりとかで調整してるんだと思う、はい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 、あ、なるほどなるほど。海物語のカスタムがいい例で、はい、海モードとガチャガチャうるさいモードと時間効率変えちゃいけないんで、はい、ああなるほどなるほど、まあまあそれはそうか。そう、その辺はやっぱちゃんと規定に準じてやってますよね、うん、ちなみに、ああ、そんな大崎さんの、ああ、この過去一というか歴代、ああ一番面白かった機種、もうね、一発台の時代になるんですよ。もう30年ぐらい前になるんで。あ、ね、僕は薬物系が好きなの、アナログ機が、はい、それは結局球の動き方で決まるわけじゃないですか。筋書きがないんで、
どんなこう当たり方をするか、どんな動きをするかって、開発者が意図したものじゃないんですよ。その場その場で決まっていくんで。だから打ってて飽きないの。なんで一発台の時代のやっぱああいう球がこうくるくる回ったり、クルーンとか、あとこんなぐるぐる回ってんのをうまくかいくぐったら当たるみたいな、はい、ああいうやつは未だに大好きですね。今打ってもドキドキするやべえ、そろそろ時間になってきてんな、おい、はい、何逃げ切ろうとしてるわけ今日。いや僕ね、うん、下手したら今チャラぐらいか、僕6500円なんで。あ、そうか、そんなに差がない。そうなんですか、そんなに差は、今日はのは若干ありますけど、今日、まあ君が勝つとしてもこのまま勝っても初回分全然つまらないですよまだだから10万以上ぐらいだから差出ちゃうんじゃないかな。負けてもダメージのない負け、大崎。そうだよね、確かにそうだ、はい、僕はこのままだから終わるのは非常に不本意な、そりゃそうだわな、回になってしまうんで。今日は勝った、一勝一敗だが、そう、あの状況、僕個人的には進展せず、平行線、ほぼ平行線、一勝一敗なのに変わらずだね、はい、確かにこの前の出る出ないがえげつなかったからな。そうだから、これ今日大崎さん、はい、当たらずフィニッシュみたいなことが起こってれば、はい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 、僕チャラでも、そうですね、だいぶそこ詰まってたわ。そう、当たるフィニッシュだったら6万ぐらいは入ってるんでね、はい、そうか、やっぱさっき初当たり1回引いて3パカでも出たのはでかかったんだな。いや、あの4連がね、いや聞いた聞いた、個人的にはだからそうダメージでかいんですよ。今日初当たりに3回引いてんのか、後ろ君。はい、僕は3回です。で、通常1回、あ、通常2回、2回だよね、 それが痛いな。そう、確かにこの台もフルカスしとくとマジでやることがねえな何起こっても当たらねえっていうのだ、見ちゃいけないんで、こうやってもこうやってくれるな、そうなんかゲームとかやってる。あ、足上げないでくださいね、あ、足上げないでくださいね、まとめサイトが飛んでくるからね、とうとう足上げたっつってね、足上げちゃおう俺ら、またやりやがったっす今度はパチンコ屋の中ででもパチ屋の中で行儀悪かったらすげえエンジョイしそう。なんか何あ、なんかまた赤いことになってる。先輩終了、ここで残念、時間切れ。待て あそっちね、時間切れです。惜しかった、あと1本早く当たっとけば。待ってくださいよ、いや、これは有効にしてください。よし、しょうがねえな、言っとく。ちょ、社長、社長、産経社長、これが当たってないように。よし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 、今の経営、ほらほらほら、なんか今なんか熱そうなものが、神って出てた、神出てたね今。分かった、俺これ当てたもやめるから。やべえ、ほら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 、来たぜ来たぜ、最後に。やべえ、え、いや、これ行った気がする。ちくしょう、終了だったのにな。さすがですよ、牛尾さん、最後に見せ場を。 いや、当たったと思うよ、さすがに。あれ、いや、当たったって、ガチ。どう、ほんと頼りになるね。今警察庁に言ったんだけど届いてなかった。マジかよ、やべえ、なんかちょっと気が緩んだとこだった。今日全然平気じゃんってなってたのにやばいやばい。いや、ここでもう一気詰めよう。とりあえず3ラウンドなんで、3ラウンドの、でも赤っすよ。ちょっとそれが俺覚えてねえんだよ。ま、通常のリターン付きなのかもしれないんだよ。
これテロップ入ってますからね、ごめんね、はいはいはい、ごめんねごめんねごめんね、お酒のまずい料理じゃあ成功したとこは見てみたい、あ大将見てみたい、美味しい料理ね、赤かったからね、はい、さあ美味しいお料理食べれるかな、緑オーラ、うんうん、あら赤いとチャンス、まあ、まずこいつが選ばれなきゃダメ、そうだなそうだな、なかなかマレー出てこないですね、おいい香り、パッドイン入ってもダメか、まずそうまずそう、あれ一番弱い人、カットインもなし、あマジかー先輩弱いっすね、あー時短付けですよ、これが抜けたら終了かな、いやさすがにもうそこはもうそれ以上の悪わけはしませんそれはもう納得です、あ引いてもいいんだけどね、引いてもいいんだけど確率的には地味かよあれだけ盛り上げといてラストチャンス、ラストチャンス、リーチになる、おおよしよし、おお、なんだ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 、あんなあっさり、いやいや、そういうことか、おお、ほら、あほら、やってしまったのか、来てしまったのか、おお、おお、ハロー、うわ、これ以上傷つけないでもらいたい、え、すごいかも、課金あ、あれひどい、ひどいですねお疲れ様でした、お疲れ様でした、試合に負けて勝負に勝った感じかないや、あのねそう、心持ち的には僕のが知りたいと思います、やっぱりね、何なんか最近やたらめったら格煙とか引いてないってさっきなんか泣き言言ってましたけど、はい、12の1です、さっだなこれね、まあ、何度も言ってますけど、はい、君がいくら今日のもう一連のトーク、はい、もっともらしいこと言ってますよ、はい、なかなか牛尾さん大人だなとか、おうおう、視野広いな、おうおう、全部取り繕ってるけどお天道さん見てるってことですからねそういうのがこう現れてる分かった、反省します、ちょっとねいやてか なんか俺負けてんのになんかすっごい偉そうになってますけど、だから僕が6500円投資の2373発なんで、はい、初当たり4回引けなかったでしたっけ、4回引きましたけど、まあね、バルブレイブあの機械の単発というか確変通らずは実質まあまあもうなんですか、子役じゃないですか、これ勝った感じ、まあ、そうなっちゃいます私3万6000円も使いましたが、まあ、本当にらしくなく回った、しかし確変伸びずで1575個、だ結局まだ3万発前後ぐらいの3になっちゃってると思うんですよあ、ごめんなさい、3万発は言い過ぎか、1万だから2万発、2万4、5000発、5000発までいかないか、2万でも3000発とか4000発とか、前回があんまりでしたね、だから、うん、まあ、今日大崎さん負けましたけど、うん、4連、うん、あれに結構やられた感がある、確かにあれでね、それなり3箱持っちゃったんで、そう
持ち玉でねちょっとやられちゃったんで、すごいこんなにね3万も負けてんのにこんなに心が軽い3万負けって久しくないって。だっていざ決着がついた時に追わなきゃいけない責任、これはもうパチンコパチスロー動画のねあの枠組みの中から断りの中にもう収まりませんからこれは。そうですね、はい、いや言うてこんな調子に乗ってますけど、はい、今の台何が起こるか分かんないからなガチな話で、ああ、まあまあ、変にお試し言ってないよ、うん、最終最後までだって最後の30分でまくりがある台なんで、そう今のね機械はそうですね。じゃあ次節は、うん、速さも伴ったやつでやりましょうか。いいですか。うん、いや本当にだから最後の本当に1時間切ってもまだビクビク、逆に言うとここで最初の1時間で君がツトーンいっても、ね、またフォームあり得るんで、ね、ね、そうそうだ、30回で2万発出るんだから、そうそうそう、チンタラ出るじゃなくて速いやつでいきましょう。いきましょう次回は、うん、それがいいや。そうですね、はい、さあということでお天道様に全部心の内を見透かされてる潮さん、俺そんな悪さしてないですけどね言っときますけども、本人だけかもね、すみません井上さんなんか内心ではもう本当になんか潮さんノートみたいなこの前見せられたんですけど、誰、え、待って何の話かそれすごかったですよ、あの人はこんなこと言ってますがうちではこうでしたみたいな、あ、全部嘘です、はい、くしゃそんな恨まれてるかな、思い当たる興味、まあまあ高価とだいぶ上がってきてると思うんですけどね、思い当たる節があったかもしれませんね今のリアクションはね。さあ、そういうことで嘘でしょ、嘘ですよ、あ、よかった全部嘘です、びっくりするわこんなってっから嫌われるんですよこのライターに、全部作り事を言っちゃって、ね、あ、なるほどね、本当のように撒き散らすんで、はい、あと許可を取らないそうです、そうです、そうです反省しながらいかないと許可を取らないんで、こうやってやってるからやっぱお豊さん見てるんで、はい、負け、でも結構今年もトータル大きい負けてる、今日そんなに嫌われてないと思ってますし、実際そんなバリーズを聞こえてこないっていうんですけど、これ僕仮に嫌われてるタイミングだったら致命傷になりかねないことを言ってますからね本当に本当にね、はい、はい、だからもう本当に調子に乗ってて私もだんだんであの老害だなと言われるようになってますんで気をつけて、はい、ね気をつけて本当にあのこう神戸を垂れながら、ね、小さくやっていきたいと思います、ね、そうですそうです、さあ次回はね、そう次回ガチだからガチだから、さあということで次回はね皆さんあのちょっと何のネタであの最終戦を飾ってほしいかこれ出してほしいですね、うん、あれをちょっといいですね、コメント欄とかに後ろには聞いてくれよとかさ、後ろ薄着に俺ってくれよみたいな、そうなったらいいんじゃないですか、なんでいいですよ、だからもうこの動画のコメント欄でそれ募集しましょう、そうそうそう、これについて話し合ってもらいたいとか、そうそう、うんうん、テーマをいただければ、そうですね、ちょっとそれアンサートーク的なのやらせていただきましょう、どうするガチであのちょっと答えづらいな、なんかさ下手したら回り回って飛んできちゃいけないとこからのなんか質問とかが銀座あたりからねそうそう、うん、あとあのライターの相手あれ付き合ってるらしいですけど、それのことに喋ってくださいどうする気だろう、あら大崎さん言っちゃうじゃないですかやれませんかもう本当にそういうの、あ、デリケートなやつは消しますけど、デリケートなやつは選んで選んで、あとそう僕らもう知らないようなこと知ってる視聴者さんもいますから、あるからね、そうそうそう、あんまりねあの角が立ちすぎるのはこっちの方で見なかったことする場合もありますが、はい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 、ぜひあの募集しておりますんで、はい、戦いネタね、はい、戦いネタよろしくお願いします、はい、はい、じゃあまた次回また次回お会いしましょう、ありがとうございました、はい、さよなら。